こんにちは、デイボボです。今日はですね、今年本当びっくりしました。あのオリックスを退団というかされた西村監督、僕はもう今はもう前監督なんですけど、やっぱり監督やられた方はどうしてもずっと監督っていう呼ばれるんですね、野球界なんで。今日は監督と呼ばせていただいて、こちらに今日わざわざお招き願ってお話を聞きたいと思います。今日監督よろしくです。よろしくお願いします。いやー、なんか正直ですよ、大体こう首脳陣のその入れ替えとか一軍二軍入れ替えとかって、まあ、楽天かオリックスのなんか先輩特許みたいなとこがまあ正直僕にはあったんですね。うん、そうすると、うん、いやオリックス勝てねえな勝てねえって、うん、僕実は僕のおくろのところに、実家に久しぶりにコロナが、正月からすぐコロナ始まったじゃないですか、おとといまで3日間いたんですよ。だから平本っておくろから言い出して、オリックスの名前は出てこないですよ、83なんで母ちゃんはオリックスは1点差で勝ってても負けててもいつも応援してたんだけど、何だってあれなんで監督っち変わっちゃったんだっていう、ああやっぱりこんなにファールボールを張るボールっていう人まで気にしてたことを、実は母ちゃんで、今度帰ったら監督と言い合ってその話を俺聞かせてもらおうと思ってんだっていう話で、もう今日担当直入にですね、はいはい、お伺いしたいのがまず辞任要請っていうね、それはねちょっと自分でも、はい、何それっていうかね、感じになるよねやっぱりね。まあ細かいことはね、また今度は、話せませんけどね、シーズン終わってゆっくり、そうですね、はい、ね、その自分もね、その、まあ、記事とか見てね、はい、辞任要請ってなったんで、っていうように、何なのそれってあれ監督、あれはあれですか、報道が先ですか、それとも監督に来られて報道になったんですか。いや、そのタイミングはね、どういうところかわからないんだけども、微妙だったんですね。微妙はね、そこはね、まあ自分としてはいろんなね、球団と話しながらっていうところになったんだけども、そういうふうになってしまってたんで、そこだけはね。辞任、休養はあっても、辞任を要請するっていうこと自体の初めて僕言葉聞きまして、自分もね、今はずっとこの世界長いんだけれども普通だったらもう解任、休養と、そうですよ ね、いうとこなんだけどね、はい、まあ、そこは球団のね、いろんな考えがあるんだろうから、まあでも僕はツイッターでも動画でもやらせて、この YouTube でもやらせてたんですけど、全くその泣き言を、まあ、先輩にしてですけど言わず、でも言えんことがいっぱいあるっていう納め腹に納めて、ちょっと自分が監督もやらしまったんで、いやいやそれじゃ俺が納得できないなみたいな勝手に思って出させてもらったんですけど、今日一番聞きたいのは、まあ僕らも平たい携帯にニュースがもちろん入ってきますよね。辞任要請、おいおいおいっていうのをまず見ました。そしたらそのどの雑誌か新聞の平たい携帯のニュースか忘れちゃったんですけど、まず一つ目ですね、はい、西村監督が鉄板焼きだから焼肉を食べ行ったと、その誰も選手たちも全員自粛して外出禁止のような形なのにっていう、あの報道が本当ならあんまよくはないじゃないですか。だからちょっと聞きづらいですけど。いやいや、あれをね、いろんな人から、連絡来て聞かれたりとか、まあ自分もその週刊誌、あるいは新聞をね、見て、何なんだこれと、いやそれが事実であれば、何書かれてもこれは仕方ないんだけども、はっきり言って一歩もね、遠征先で、外出て食事なんかしてないわけだから、なんでそういうふうにね書かれるのかっていうのはすごく、まあ誰がねどこでそういうことを言ってるのかなっていう、だからそこの誤解だけはやっぱり解いていかないと、それを見た人っていうのは全部、えそんなことやってんの、やってたの、なんだ思いますよ、ね、あいつはってね、で例えば関東遠征ありますと、この関東のチームと試合しますと、去年までやったら、多分日曜日終わりでね、自宅帰って、でゆっくりして、次の日大阪帰ると、でも今年は家すら帰ってないわけよ、こういう状況だからね。なるほど。そましてやね、そこの外出禁止外食禁止ってなってる中で、なんで自分自らねそんな外でね会食したとか書いてましたもんね、食事をねするわけがないもん、そんな、それ、だからもう監督に、
辞任されたって、うんうん、僕宮崎出身の方ですごい大好きなんだって話を辞任される前、辞任要請の前からしてたから、周りの人はやっぱそう取ってるからそのだんだん飲んでるうちに、それはいくらぐらいのステーキ屋だったんだろうとか焼肉屋ならなっていう、ね、なってやっぱなってましたもん ね、うんうん、僕らの周り野球界じゃない人は、うんうんうん、ただねやっぱり今もそうなんだけども、うん、もう選手たちもやっぱりこう我慢して、うん、外出たい、でも、ね、状況は状況だからっていう、はい、それを監督自らね、うん、出ていくわけないしね。そうですよね、うん、しかもあのロッテ行ったら幕張で刺してないですもんね、うん、なんでそういうふうになるのかっていうところなんで、店がないですし、ね、鉄板焼きなんかないですし、うんうん、で立川もあの頃なんか ちょっとこうやっぱ人が多いんで、もちろん自粛するじゃないですか。であの子その、うん、コロナが始まりました。でそのプロ野球もない期間もあるじゃないですか。で、まあ、プロ野球も始まりましたっていう時のオリックスの球団としてのその自粛っていうか外出禁止っていう状況だったんですか。そうそう、だからチームは、うん、外出禁止っていうのも、はい、いろんな記事を見るとね、ええ、監督自ら、はい、外出禁止令を出したのにって書いてあるんだけども、はい、それも自分から出してないわけだ。あの時監督の判断で、うん、外出禁止だって言えないですよね。やっぱり選手のことを思うと、はい、やっぱりこうたまにはね、うんうん、外食でもっていうふうにほら思うわけじゃない。そうですね。だから球団が全部ほらそういう外出禁止令っていうところを出してっていうところも、ええ、なんで監督が自ら外出禁止令出してね、はい、外出て食事するんやって、あの焼肉食べるんやってなってたんで、うん、なってました ね。そこはもうちょっとね、こういう形でね、はい、言わないと。そうっすね、うん、それで言ったらシーズンが始まった時も外出禁止なのにってなってたんですけど、どの球団とは言わないですけど、だいぶ方向性は変わってて、うんうん、ある球団はその選手と、もちろん選手だけで行って、個室のあるお店に直接行って直接帰る分にはもういいよとか、結構早い時期になってたり、まあ、もちろんだ僕は気になってて、選手もずっとホテルじゃこんなしんどいことない、ね、まあ、サッカー選手はよく試合の時に外出禁止に前日からなるって聞いたんですけど、あれ毎日試合じゃないじゃないですか、野球選手毎日ね、ね、移動したらもう7日間拘束ですもんね、うんうんうん、だからまあね、球団によってはね、っていうところ当然あると思うんで、その場合はもう全て、はい、うん、もう監督球団からですよね。そうそう、選手、ね、スタッフ、うん、外出禁止というか外食一切、うん、まあ外出禁止もそうなんだけどもっていうところだったんで、だからなんでそうなるのかな、そうですね、誰がそういうこと言ったのかなっていう、だって移動ももちろんホテルの前に横付けしてバスに乗って全員で駅まで行くとか空港行って移動ですもんね。そうそう、一個連帯ですもんね、うん、だから今年はね特に、今までは各自ね時間に合わせてあったんだけど も、もう今年はやっぱりそういうわけいかないんでっていう状況の中でね、やっぱりそこはもう徹底して、うん、立場が立場だったんで、一番真っ先に破ったらいけないわけだから僕なら、うん、やりそうな雰囲気はあるんですよだけど西村監督、僕長いこと可愛がってもらってるから、いや西村さんは監督やらないぞっていうのを思ってたんですけど、実はもう一個疑惑があって、自粛中個人練習にどの球団もなったじゃないですか、チームとしては動かないと記事によりますとテケ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 ですけど、なんと、うん、西村監督という方はグラウンドに一度も顔出さないっていうだからそういう噂が実はあったんですよ、ね、ニュースが。いや、あれ何なんですか。それも耳にして、はい、だからそれもね、誰がね、一回も球場行ってないってあの時ほらやっぱりコロナだから、はい、うん、でやっぱり、コーチの人たちも、はい、もう全くグラウンドに行かないわけいかないと、でも密になったらいけないっていうのあるんで、はい、コーチの人たちもちゃんとじゃあ何日1回、シフトを組んでね、出るようにと、はい、で自分もまあ1日おきとかね、というような感じで、まあ、2日ね、休んだっていう、休んだというかね、まあ、まあ自粛ですよね。そうで基本はやっぱり密になったらいけないっていうところで、でグラウンド行った時には野手がやっぱりバッティングするじゃない、はい、個人で、はい、外野で玉拾いもしてたわけよまあ、密にならないですしね、だから外野だな、それなのに、なんでコロナが怖くてね、はい、一回も球場にね顔出してないってなんでそうなるのか
まあ、そうですよ ね, ね。でもそれも見た人は、はい、なんだそんな監督かと、うん、もう正直監督としては最低な監督ですもんね。そのままの行動から、う、ね、うん、でも密になれないし、うん、みんな手探りだったじゃないですか、うんうんうん、どの球団も。さっきの焼きステーキか焼き肉なら僕も怪しかったんですけど実際に自分が監督やって感じたことは、普通にコロナがない時に合同実施で行くじゃないですか。で監督が顔を出すと、はい、まず監督が集中してメディアにさらしてこう目立ってしまう。で選手たちも監督が来たってなると、その大久保来たり監督が来た場合は、うんうん、あんまり新人が張り切られると困る。だから1日にしよう。だから仙台にはいるのに、うん、グラウンドに行かずにすごいムズムズしてた。あ、そうですね。だからその状態ですよね、実際は。その気持ちはねすごくわかるし、まあ、どの監督さんもね、そうじゃないかなというふうには思うんだけどね、ただ自分の場合はチームは大阪で、はい、自宅はね関東なんでというところで、はい、月2回ぐらいミーティング、でその時はね、はい、当然グラウンドにもちょこっと顔出してっていう、はい、でルーキーの前でちょっとこう喋ったりとかね、そうですよね、うん、それぐらいだよね。でもね、うん、それも行きたいけど我慢してるんですよ ね,、うん、そ, うね、そういう時に、うん、だコロナなんか余計じゃないですか。ね、コロナの時にグラウンド顔出してもやっぱりそこのある程度の距離は取らないといけないし、はい、マスクしてるわけやから、そしたらベンチにね座って見てるとか、でもそこばっかりじゃいけないんで、言ったように、ノックバット持ってね外野行ってね、北のポーンとこうセカンドロリックスしてあれロリックスは、うん、その謹慎期間中というか、うん、まあ、自粛期間中はどこのグラウンドで練習されたんですか。2軍のね施設で移転したんですよね。そう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 、大阪市内の、大阪市内で、あ、うん、外のグラウンドですか。外で、あ、うん、まあ、室内とね分けて、その振り分けというかね、それをやってたんだけども、でもそうやって行って玉拾いまでしてっていうところで、なんで一回も顔出してないのかなってだからもうね、さっきのそこの焼肉、はい、鉄板焼き、はい、とこのコロナの時一回もグラウンド顔出してないっていう、この2点は、はい、うん、この誤解だけはね、本当ね、解かないと、そこだけはやっぱり、まあ、許せないというかね、そうですね、うん、そういうとこだよね。納得いくわけないですよね。いかないね、やっぱりね。実際に我々の仕事のマイナス点は、一方通行で終わるケースが多いですよね、報道で。ね、だから今回も、ね、こうやって話するね機会がなければ、もう一生ね、それはそこで終わってしまうんでっていうところはね、あるんで。ありますよね。ね、僕未だに言われますもん、うんうん、暴力コーチって、うんうん、あね、やってもないことをねやっぱりやったっていうのがね、そうなんですし、やっぱり事実にやっぱ反してることを、ね、やっぱりそれをみんながね、あいつはってなるのが一番ね自分としては本当に嫌だから ね, ね, やっぱりね。でも正直対談すると、うんうん、こんなに人って離れるのかって自分も、うんうん、あんだけ監督言ってたくせにお前電話虫超えるのお前らチケットだけ頼みやがってっていうの5万って言うじゃないですか。5万ってことは5万人ぐらいいる感じなんですよ。監督もつらい、あのままだったらつらいだろうなと思って、ね、今回は監督に、監督ちょっと本当の話をしてもらえないですかと、うん、そのだってもしそうなら監督も出てこれないそうそうそうね、こうやってね、うん、誰でも今、うん、もうこの平たい携帯でニュース見ますからね、うんうんうん、で場に受けるじゃないですか、うんうん、でまたこの話が何年経っても残るんですよ、うんね、記事で文字で残るのをなんかすごいずっと残るから、うんうん、っていうことはその記事だけが、この記事はずーっと残るから、うんうんね、10年後もあの時鉄板食ったんですかっていや僕もそうです、どうだったんですかとかね、僕が、うん、例えば近鉄の関根純三さん、はいはい、あ近鉄が弱いっていうことを言ったら、うん、プロ野球ニュースで関根純三さんに僕ら激怒されたとか、うんうん、一回もされてないんですよ番組の演出上じゃない、うんうん、で例えば関根さんがデブそんなことないぞって言った一言が、うんうん、今でも言われるし、ね、のでがあったんで、うんうんうん、監督には、うん、本当の話を僕も担当直面に聞いてっていう気持ちがあって、ね、だから実際電話でね知り合いの人と話したりとか、はい、やっぱりこの食事したりする中でね、でやっぱその話になるわけね、うん、あれはどういうことや、ね、どうなってんだっていう、いや一切ね、うん、外では食事してません、いやね俺らもやっぱりねそういうふうに思ってたんや、まさかお前がってほら言ってくれるわけじゃない、でもそこで初めて、うん、その人たちにこっちから話して、ね、ああやっぱりなっていうところになるんでね、知り合いというかその監督がお世話になったり、うんうん、お世話したりいい実行の中の人までちょっと疑うわけじゃないですか、そうそうそう、
辛いですよね、うん、だからなかなかそこの話題にはね、うん、ならないんでとかあるんで、言うようにも一生 ね、うん、あいつコロナの時あいつそういうことあったなとかね、うん、絶対なりますよ ね、うん、なるからね。なんでも今日はまずは、うん、あの鉄板焼き行ってません焼肉も行ってません。球場には行ってました。グランドには行ってましたということで監督、はい、僕が勝手にあの締めさせていただきましたが、今後ともぜひ末永くよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。